3分間ジョジョ ASBR 講座、今回はシーザーアントニオ・チェペリをプレイしていきます。まあ、シーザーはさまざまな性能が他のキャラに比べて秀でているということはないんですけれども、まあ、ダウン奪った後のセットプレイとか、まあ、さらにはさまざまな種類の飛び道具とかを使ってですね、まあ、相手を混乱させていくようなそういったキャラとなっております。気がつけば体力をゼロにしているなんてこともあったりします。では技を見ていきましょう。まずスタイルボタンを押しっぱなしにすることによりまして、波紋の呼吸ということが行えます。これはハートヒートゲージを回復するという性能になっておりまして、まあ、押しっぱなすだけ増えていくという便利なものになっております。また下上でハイジャンプを行うことも可能です。波動弱攻撃でシャボンランチャーが出ます。これはその場に対空してくれるシャボンを撃つという飛び道具になっておりまして、まあ、リーチはないんですが、相手からするとこれを飛び越えて攻撃するということが結構難しいです。そして隙間あまりないですし、空中で撃つこともできます。波動中でシャボンカッターが出ます。これは、かなり大きめの飛び道具になっておりまして、ボタンを押しっぱなしで貯めることができるんですが、攻撃力は変わりません。またこれスタイルボタンで行うことによりまして、波紋版のシャボンカッターを出すことも可能です。そして波動強で出るのがシャボンカッターグライディ、下段攻撃のシャボンカッターとなっております。これも貯めることが可能です。さあ続いて下攻撃でシャボンレンズを出すことができます。これは弱中強でレンズの量が変わりますし、まあ、相手への軌道も変わるので状況によって使い分けることが必要かというところです。空中で撃てますし、波紋版もあったりします。これは数が多いです。竜巻攻撃で出るのが波紋蹴り、まあ、弱中強で移動距離や硬直時間、ダメージなどが変わってくるんですけれども、まあ、使い方としては、まあ、飛び道具などで相手を攻めさせておいて、ここだということで波紋蹴りを打っていくと。で結構ですね、跳ね返りが大きいのでガードされてもそれほど大きな反撃を受けないこともありますし、もしくはプッツンキャンセルして攻めを継続していったりすることも可能です。さあそして昇竜攻撃で出るのが、これね、読み方わかんないんですけども、スケンの一撃でいいんですかね。いわゆる昇竜系の技になっておりまして、まあ、中と強、そして、波紋版には無敵がありまして、さらに波紋版は当てた後に相手がよろめくので追い打ちが可能というかなり便利な技になっております。そして弱はプッツンキャンセル可能、この後のコンボなどにつなぐことができます。そして逆昇竜攻撃で猫足立ちの構えということが行えます。これはいわゆる当て身になっておりまして、成功するとスタイリッシュムーブのような状態になるんですけれども、面白いのが弱で打ったときは弱攻撃でキャンセルすることができます。で中で打つと中攻撃でキャンセル、強で打つと強攻撃でキャンセルできますので、まあ、相手の起き上がりにですね、まあ、これをちょっと重ねて、その後弱攻撃とかすると相手のリバーサルの暴れは防ぎつつ、その後遅らせ打撃をしたりできるみたいなことを考えたんですが、実戦ではどうなのかは知りません。ハートヒートアタックは波動と攻撃ボタン2つ同時押して出すことができまして、目の前に出たシャボンに相手が触れるとロックがかかって電撃につながっていくというものになっておりまして、もちろんコンボに組み込んでいくことも可能です。そしてグレートヒートアタックは飛び道具、真っ黒に観光しろという技になっておりまして、当たるとこれもしっかりと大きなダメージを奪うことができます。観光かっこいい演出ですね。ではコンボも見ていきましょう。まああんまりですね、実戦でこのコンボ入れる機会はないかなというふうに思います。まあしかしこういったコンボも入るよというところですね。ジャンプ中強波紋蹴り、最後はシャボンバリアで締めると459。今回は以上です。では、対戦もやっていきましょう。今回はシーザーで3戦勝ち越しを狙っていきます。あれから対戦をねちょろちょろとやって、現在23勝11敗というところで、まあ、引き続いてね勝ち越しを目指していきたいというそういった心持ちでありますが、まあ、シーザー本当にいいキャラですよね。第2部の魅力といえばシーザー、そして相手は示し合わせたかのようにジョセフですよ。シーザーはね、まあ、義理がたく友達とかも大好きで、女の子も大好き、さらに師匠のリサリサ先生大好きみたいなね、もう可愛いとこしかないですよね。そして見た目はこれ以上なくイケメンと、オーノー頑張るジョセフです。さあできる限り近づいて、まあ実はね遠距離戦が得意ではあるんですが、まあさらにこう攻めのねバリエーションを増やせたりするとシーザーのいいところが出るかなというところです。さあいいコンボ完走できますかどうか、いいですね。ハモンゲル、そしてシャボンカッターグライディン、いいですか。扇ハモン美味しいですよ。さあ起きてね、ちょミスりました。
その程度、その程度。ミスりました。いいですね、猫足たち。あ、猫足たちもうちょっと使っていきたいですかね。まずいですね。投げに行きたいのに投げられるというね。波紋蹴り、波紋蹴り。危ない。さあ怖い。シャボンランチャー、シャボンカッター、グライディン、オーマイガッ。そして怖いからハモン蹴り、あらハモン蹴り、さらにハモン蹴り。いいですね。まあ単発でダメージを与えるには時間かかってしまうんですけれども、でも混乱させられると気がつくとやられてしまってるみたいなことはあるかもしれませんよね。いやほらこれね、表裏分かりづらいですからね。ほっ、怖いですよ。シャボンレーンずっと、さあ起き攻め勝利。あ、やりすぎた。起き攻め勝利はね、さすがにやばいですね。あれゲージ使っちゃいますからね、気をつけないと。いや、かなり相手の方嫌がってますね。いや、結構嫌がってますよこれ。さあどうだ、しょ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 ほっほっ。いや、いいコンボ、かなりの連撃が。ああ抜けた抜けた抜けた、抜けてない、抜けてない、勝利。まずいですね。ほっ、おぎゃも。シャボンランチャー奥義波紋、シャボンランチャー奥義波紋。これをね繰り返しますと、相手からするとムッキーってなるんですけど、実はね体力ゲージ見てください、あんまり減ってないんですよ。だから本当にですよ、あとドットで負けちゃうぐらいな体力の時はきついかもしれないんですけれども、まあ全然気にしなくていいかなというところです。なんだこいつ、やっぱりわけがわからないやつだと。次行きましょう。おお、むちゃむちゃ勝ってますね。いや、どうかな。しかも大統領か。大統領は試合経験が少ないので、はっきり言って不安しかありませんね。ファニー・バレンタイン大統領、ジョジョ7部のラスボスとなっております。いや、スマートですね。太ってるかと思いきや、全然スマート。うまっ。これはいけません、いけません。自分のペース作れるかな。いいですね。今後つながるかな。結構ね難易度高いんですよね。やっぱ無理でしたね。太陽、まずい。いてー、勝利。あー負けたー、勝利ゲー。これでも体力残んないんじゃないかな。でも残れば起き上がり勝利権します。そういう性格をしてます自分は。あ、起き上がりが遠いよ。すごい、まっすぐ走ってきた。これから D4C かなんかですかね。これあれの状態になってると何になってるか分かりませんね。要研究というところです。いけろ。やりすぎました。これね、でもねちょっと思いました、波紋蹴りが効くかもしれません。やりすぎです。バレてますね。マイ大統領ですよ。結構やっぱトリッキーなことができるので、知識が必要なキャラかもしれませんね。うまっ。
マジで、ね、勝利しかできることないですねこれ。自分のターン作れればさっき結構ダメージ与えたじゃないですか。だから相手の方もシーザーのことわからないっていうことはあるんですが、その時間帯に行けるかどうかですよね。さあここで、何あれ、リオシクいいですね。あー分かんないこれは。なんかね、ダウン中に大統領復帰攻撃みたいなものができるんですよね。まあ原作でもですね、その相手からのこう敵意みたいなものを外に逃がせるみたいな、そういう強みがありましたから、本当にその歴代のキャラの中でも最強級ですよね。これはいけません。次行きましょう。さあかなりやり込んでいる方、これはしっかりと勝てればいいなというところです。24勝12敗ですよ今自分。すごい、12の倍数、これが俺の素数だと言いたいですよね。山由香さん、広瀬光一アシスト、もう原作大好きじゃないですか。あ、こっちはディエゴブランド、ちょっとスキドが負けてるかもしれません。かなり山岸由香子さんは遠距離系のキャラとなっております。光一くん、くっ、太陽ミスりました。いいですね、どさくさ紛れで。さあコンボつながるんであります。奥義反問、いやー、うずらボケが、誰がうずらボケだ。あ、すいません、うずらボケでした。かわいい、あー山岸由香子好き。やばい、波紋蹴り、いいですよ、おいしい。置き攻めはかなりむずいでしょうよ。今ねちょっと口プレイしましたね。相手の方に届いていたかどうか、ボイチャー機能入ってますかねこのゲームね。さあ置き攻めどうですみたいなこと言っておきながら、実は本命は投げと。ほっしゃーりゃ、いいですか。そして置き攻め分かりづらいですが、しょーあしょあしょ、口プレイが効かない。さらに置き攻め、さあどうだ、ワンコンボ、シャボンバリア食らって田舎に帰りな。でも森尾町は田舎です。あぶな、ファイ、何髪を受けたシャボンの工作がやり込んでらっしゃる。うずらボケからの小市くん、キャラ愛の勝利、あまずいですよ、猫足立ち、あー猫足がダメだ、起き上がり何もしません。いいですね、あーそうだ、うーん控えるんだった、怖いよ怖いよ。シャボン買ったグライディン、奥義波紋、やばいやばいやばい、危ないですよ。さらにほっ、さあこの体力がねマジでシャボンがめちゃくちゃ強いんですよ。もうねどっかシャボンの端っこ当たったらゲボーみたいな状態だと、初めて、そうこのゲームを見て初めてシーザーの時間があのね体力ドットまで削った後なんですよね。そうすると、まあ、シャボンが聞いてくれたりするんですけれども、でもねやっぱり、まあ、本日ね2戦目に見ていただいた通り、どうしてもそのシーザーまとまったダメージを取り切ることができないので、まあ、そこの差をどう埋めるかですよね。自分のターンのその攻めの継続というのをどこまで実行できるかっていうところがシーザーを使いこなす秘訣なんじゃないでしょうか。自分ももう少し使っていきたいと思います。では以上となりますので、ありがとうございました。次回もあるんでしょうか。よろしくお願いいたします。失礼いたします。